さあ、愛媛大学行ってみたいと思います。本日扱う長文は段落が3つなんですが、設問がこんな感じ、8問あるんですね。で、さすがに皆さん8問全部やってるとですね、もう視聴時間がもうよくからまたえらいことになってしまいますので、私立大学で対策が図れる空小10問だちょっと置いといていただいてですね、愛媛大学ならではというところを考えると、このオレンジのところですね、これであればですね、ちょうどいい感じの時間内に収まるかと思いますし、勉強になるかと思いますからね。ですので、このあたり頑張っていきましょう。サミさん第一段落でございます。一読をしていただいた後ですね、こちら下線部一番の和訳をお願いいたします。サミさん下線部一番の和訳行ってみたいと思います。本文書き出してみてですね、そして皆さん文解答ももう下に書いておりますので、これを皆さん参考になさりながら聞いていただけるとよろしいかと思います。まず1番出だしからいきますね。で、フェンシーリターンドということで、もちろん彼女が主語で、リターンが動詞。そして、皆さん、前置詞プラス名詞は全体で M ですよね。そして、アフタースタディングアブロードも前置詞プラス名詞でございますので、ちょっとこんな感じで囲っておきますね。ですから、アフタースタディングアブロードということで、外国で勉強するんですね。まあ、もしくは、まあ、留学するという感じでもよろしいかと思います。ですから、留学した後、ケニアに彼女が戻った時ということですね。皆さん、このオレンジのところが、この問題とこのオレンジのところと対応しておりますので、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。そして、皆さん、彼女は she was、点点点ということで、皆さん、S、V。で、皆さん、B 動詞の右側、保護ですからね。SVC。で、前置詞プラス名詞ですので、全体で M ということでよろしいかと思います。で、皆さんもちろん DIP にも LY ついておりますので、副詞でございます。ですから M ということでよろしいかと思います。こうですね。で、戻った時に She was deeply struck by the way ということで、彼女は、way、方法とか様子ですよね。様子に深くストラック。衝撃を受けたんですね。打ちのめされました。みたいな感じでいいかと思います。で、皆さん、問解答、この一番下でございます。このあたりですね。で、じゃあ、皆さん、何に打ちのめされたんですかっていうと、その右側ですね。で、her country's environment, 点点点ということで、もちろん主語。そして、was being, 皆さん、be 動詞がしっかり書かれてますね。で、後ろは保護ということで、よろしいかと思います。皆さん、もちろん、そうも、セミアリーも、副詞でございますので、カッコして、M としておきますね。こんな感じでいいかと思います。ですから、何に打ちのめされたんですかと言われたら、彼女の国の環境ですね。ですから、まあ、母国の環境ということでもよろしいかと思います。で、その母国の環境が、セミアリーデストロイドということで、ひどく、破壊されてるんでしょうね。ひどく損なわれつつあると。まあ、進行形ですので、つつあるということです。そういう様子に彼女は深く打ちのめされましたということで、参考なさっていただけると嬉しいかと思います。さて、続いて第2段落でございますが、下線部2番ですね。これの和訳をお願いいたします。サムさん、下線部2番でございます。また本文書いてみましたので、皆さんこの下の模範解答ですね、参考なさりながら見ていただけるとよろしいかと思います。サムさん、1番出だしでございますが、皆さん、マーターは設問7時に書いておりました。で、皆さん、そのマーターさんの考えですね、主語。で、皆さん、was be 動詞がおりますので、皆さん、右側はちょっと大きく保護というふうにしておきますね。ですから、そのマータイの考えではですね、トゥー不定詞以下であるという感じでいいかと思います。でも、相変わらずオレンジのところをこう対応しておりますからね、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。で、じゃあ皆さん、マータイさんの考えはどうでしたかって言われたら、トライトゥーゲットですね。で、皆さん、ゲットを見たら、SVOC というの皆さん大丈夫ですかね。で、皆さんそれを知らないという方は実際いらっしゃるかと思いますので、皆さんこれですね、皆さんスマホでご覧になっていただいているかと思いますが、画面の右下にこのボタンがあるかと思いますので、そのゲットが第5文型ですよというお話を、リンク先ですかね、貼っておりますので、この後お時間よろしければご視聴よろしくお願いいたします。で、皆さんゲット見たらまず第5文型ですよ。
で、ザ・ピープル、目的語。で、それを皆さん具体的に言い換えてるだけですからね。And especially the many poor people ということで、貧しい人たちですね。その人たちにインボルブドということですから、関わらせたいんですね。関わってもらいたいということです。じゃあ、何をすることによって、っていうと、by improving 点点点ですから、改善することですね。じゃあ、何よーっていうことですので、他動詞。で、the lives and communities ということで、皆さん、目的語。こうですね。あと、皆さん、前置詞プラス名詞でございますので、全体ネームということで、よろしいかと思います。ですから、構造は皆さん、こんな感じでいいかと思うんですけども、出だしからいきますね。で、マータイの考えは、オレンジのところですね。で、皆さん、growing trees ということですが、木々を育てる、木々を栽培することによって、自分たちのライブ、生活。そして、コミュニティは皆さん、カタカナよりかはですね、なるべく漢字で、地域社会みたいな感じで、記した方がよろしいかと思います。ですから、自分たちの生活と地域社会、それをインプルーブ、改善することですね。そういったことに、特に多くの貧しい人々ですね。に関わってもらうんですね。関わらせる。ように努力すること。トライというですね。努力することでした。って感じで考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、第2の後半でございます。さあ、この下線部3番の和訳をお願いしたいんですけども、注釈、寄付というものがついておりますので、よろしくお願いいたします。すみません、下線部3番でございます。さあ、本文と皆さんまた模範解答ですね。見ながら聞いていただけるとよろしいかと思います。まず1番出だしは、全員主語でよろしいかと思います。もちろん彼らは、じゃなくて彼女たちですからね。で、彼女たちは、レシーブド受け取りました。で、何をということですから、他動詞。で、サムドネーションズが目的語で、寄付ですよね。寄付を受け取りましたよ。あとは、誰からですかと言われたら、前置詞プラス名詞でございますので、このあたりはもう、カッコして M ということで、問題ないかと思います。こうですね。ですから、他の国々ですかね。他の国の人々から、いくらかの寄付を受け取りましたということでよろしいかと思います。で、皆さん、寄付を受け取ったんですが、バット、did 点点点ということで、もちろん did もしたよー。何をーということですので、他動詞。例えばさん、all the organizing and planting work ということですから、目的語。で、皆さん、ここで SVO 文型完結しておりますので、皆さん、牛のゼムセルブスは、M ですからね。つまり、副詞でございます。ですから、訳出する際にあまり支障はないかと思いますが、文型で言うと、皆さん、M に当たるものですからね。で、あとは皆さん、自分たち自身で、オーガナイズング、まとめる作業ですね。まとめる仕事。もしくは、プランティングワークということですから、植える、植林の仕事、植林の作業ですね。それをすべてディルいたしましたということで、問題ないかと思います。サミさん、第2段落後半でございますが、皆さん、こういう設問がございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、設問の指示に対応するところがですね、割と分かりやすく、はっきりすぐ見つかるかと思います。例えば、最も必要なことですが、このあたりですかね。そして、強調しているは、ストレスイズという表現くっついておりますので、もう間もなく正解が見つかるかと思います。で、皆さん、正解は、この二重防線部のところですね。一つが、ストロングデザイアトゥーワークということで、働きたいという強い願望ですね。これを皆さん一つ挙げていただいて、皆さん、もう一つが、これですね。カモンセンスということですから、常識というふうに書いていただけますと、正解です。セミさん、最終段落でございます。空所補充は、これですね。ファーザーとオブというのが、すでに問題としてございました。で、皆さんに考えていただきたいのが、この問題でございます。ちょっとよろしくお願いします。で、皆さん、設問の指示に対応するところがですね、ちゃんと皆さん、あるんですね。
で、あとは皆さん、なぜということでございますので、この文頭ですね。Because of this activity。これがヒントになっているかと思います。ですから正解は、これの直前ですよね。この四角括弧でくくったところ、ここを皆さん70字でまとめていただけると嬉しいかと思います。サムさん、該当箇所は分かりましたので、あとは皆さん丁寧に和訳ができるかどうかでございます。では皆さん、いきますね。まず一番出だしですが、She has spoken out ということで、まあ、彼女は、has spoken out ですね。まあ、喋りましたよということです。で、against her government ということで、皆さん、against と言われたら皆さん、反対ですよね。ですから、反対意見を述べたみたいな感じでよろしいかと思います。そして、charged it ということで、その政府を責めたんですね。非難いたしましたということでよろしいかと思います。で、このオレンジのところが、このあたりですかね。彼女は政府に反対意見を述べて、そして責めましたよということです。ジェミさん、なんで攻めたんですかというと、その原因がその with 以下ということでよろしいかと思いますが、being more interested, 点点点です。で、皆さんもちろん B 動詞の右側は保護でございますので、SVC こんな感じです。で、あとは in industrial growth, 産業の成長に興味を持ったんですね。で、その、じゃあ何のためですかと言われたら、あとは前置詞プラス名詞が、こういう感じで並んでるだけですね。ですから、only a limited number of…… ということですので、ごく限られた、rich people ですかね、裕福な人々のベネフィット、利益ですね。利益のために、産業の成長に興味を持っているということです。じゃあ皆さん、あとは何よりというところで、皆さん、ここにですね、皆さん、more がございますので、比較対象がこのあたりですかね。これでいいかと思います。じゃあ皆さん、何よりというと、protecting、守るより。じゃあ何をということですから、他動詞。で、皆さん、二つ目的語がありますよね。environmental health 環境とですね。で、common people's welfare ということですから、一般の人たちの福祉ですよね。それを守ることよりも、まあ、ごく限られた、裕福な人たちの利益のための、産業の成長ですね。そういうものに興味を持ったことに対して、彼女はチャージット、政府を責めましたということで、よろしいかと思います。で、その皆さん、問題とちょっと見ながらですね、皆さんご自身の回答と見比べていただけるとよろしいかと思います。サムさん、お疲れ様でございました。皆さん、愛媛大学ですね、皆さん、この動画で扱ったのは記述式ではありますが、皆さん、マーク式も皆さん、ありましてね。で、どんな感じで出てましたかと言われたら、皆さん、熟語はこういう感じですね。such as be とか、in the course of…… ですね。このあたりでございますので、ですから、皆さん、普通に熟語集をですね、前向きに頑張っていればですね、全然対応は可能かという感じがいたします。そして、皆さん、マーク式の空小重問題ですね、ありましたが、内容を把握して考える問題。で、これはもちろん愛媛大学の過去問を使ってやっていただくのもよしと。そして、レベルアップさせるためにもこれですよね。これですね。カンカン同率の過去問で練習するのもよしという感じでございます。で、皆さん、記述式和訳にせよ、記述説明問題にせよ、もちろん皆さん、授業とか問題集で取り組んでいただいているかと思いますが、これもやはり、これですね。ヤダッチとスタディの動画も活用していただけると力になるんじゃないかという感じがしますので、今後とも参考なさっていただけるとよろしいかと思います。